はい、どうも、かさにはの理系担当弁当です。よろしくお願いします、えー。今日はですね、傷だらけの受験生を癒す動画ということでお話をしていきたいと思います。えー、まずですね、えーま、ず学歴は将来の年収と無双感っていう話をね、したいと思います。無双感。で これどういうことかって無相関ぐらいちょっと変換しますたけど、無相関ね。で、えっと、結局、例えば、うん、学力としか相関しないんですよね、将来の年収と。だから、共通テストでなんかめちゃくちゃミスりましたと。で、本当はね、えっと、模試とかでずっと700点取ってたんだけど、模試の時だけ、ごめんなさい、本番だけ500点でしたという人は、ちゃんと700点分の年収になります、将来。で、これは統計学的に、ごめんなさい、統計的にね、示されてるんですね。で、えっと、 一応これ、The Formula っていう本でね、えー、紹介されてるので、よければ見てみるといいと思います。で、ただですね、日本はね、あのー、学歴フィルターっていうのがあるんですよ。なので、えー、初任給ですね、初任給。要は、一番最初に就職する会社っていうのは、ちょっとね、あのー、なんだろう、ま、年収もシャバくなってくるのかなっていうふうに思うんですけれども、あのー、まあ、この、まあ、今の時代って転職するんですよ。あのー、その、まあ、なんだろうな、えっ、ー、と、終身雇用ではなくて、あのー、 ま、転職していく時代なので、そういう意味においては、あの、初任給っていうのは確かに低いかもしれないけれども、あの、まあ、時を経ていくにつれて、えっと、まあ、調整されていくというか、あの、700点分の年収になるようになっていきます。なので、そこはご安心くださいということですね。で、えっ、ー、と、まあ、もうちょっとわかりやすく説明しますと、偏差値50の生徒が2人います。えー、2人いますと。で、 そしたら、えー、この人たちがね、えっ、ー、と、一人はめちゃくちゃうまくいって、偏差値60の大学に行きましたと。で、もう一人は、あの、テストがうまくいかなくて、偏差値40の大学に行ってしまいましたと。で、この二人の将来の年収は変わんないよって話を今しています。<laughs> なので、皆さんが今までめちゃくちゃがむしゃらに勉強してきたじゃないですか。で、えっ、ー、と、ま、きっと多分この動画を見てくださっている方は、えっ、ー、と、その目標がね、破れてしまった人だと思うんですよ。えー、この目標が叶えられないっていう状態になってしまった人だと思うんですよね。 で、ただ一つ考えておいてほしいのは、うんとね、目標っていうのは、あくまでも手段なんです。だから、えっ、ー、と、学歴とは年収が相関するって言ってたじゃんだから、その学歴を高めるための手段として目標を掲げていただけ。だから、本当はその大学に行きたいなんて、本当はね、 大、高校2年生とか、中学3年生とか、昔はみじんたりとも思っていなかったのに、いつの間にかその大学に行きたいというふうに、ええー、と、思うようになって、で、いつの間にかめちゃくちゃ勉強するようになって、いつの間にか、あの、なんかこう、その目標がね、立たれてしまったような感じがして、すごく鬱っぽくなってしまっているっていう状態なんですけれども、元を返せばそんな目標なんて元々ないんだから、目を覚ましてください。あの、行ける大学に行って、 幸せというか、まあ、楽しい大学生活を送って、それなりの企業に就職して、それなりの家庭を築いてっていうのが、一番つ、あの、幸せになるというか、一番幸福度が高い、あの、ルートなわけなので、あの、あまり大学のブランドにすがらないということが、まあ、ここに、ここまで来るとね、大事なのかなというふうに思います。で、えっと、その上でですね、んと、まず年収の話いきましょうか。これ、吹きのトークンの方が詳しいんですけど、えっと、吹きのトークン結構、あのー、 幸福度についてね、すごく研究していらっしゃいますので、あの、卒論でね、あの、とても詳しいんですけれども、あの、年収はね、800万を超えると幸福度と相関しなくなります。というのはどういうことかっていうと、年収と幸福度は、まあもちろんこれ相関するんですよ。正義の相関を示すんですよ。お金を稼げれば稼ぐほど、えー、幸せと感じる度合いが高い。 んですけれども、えっ、ー、と、800万の年収だろうが、900万の年収だろうが、1000万の年収だろうが、えー、5000万の年収だろうが、この人たちは幸福度が変わらないって言ってます。えー、かたや、えっ、ー、と、そうですね、800万じゃなくて、えっ、ー、と、700万。えー、700、あ七百万。とか、えー、600万。とかの人たちは、えっ、ー、と、800、もうそうね。 ここの間には差がある。600万、700万、800万の中、えー、間には差があるんですけれども、800万以上になってくるともう幸福度は変わんないんですよ。で、もっと面白い研究があるんですけれども、マインドワンダリングとマインドフルネスってのがあります。マインドワンダリングと、えー、マインドフルネスってのがあります。で、えっ、ー、と、マインドワンダリングって何かっていうと、 今ここ自分に集中してない状態、マインドワンダリング。なんかずっと白昼夢をしてたりだとかあの、ずっと考え事をしてるとか、なんかぼーっとしてるとか、うーん、なんだろうな、うんと、今ここっていうのをに集中してなくて、昔のことを思い、昔のことを、昔のことをめちゃくちゃ考えてたりだとか、将来のことをめちゃくちゃ考えてたりだとかっていうのがマインドワンダリングっていう状態です。で、非常に頭のエネルギー使うと言われています。 で、それの最後がマインドフルネスなんですけれども、マインドフルネスっていうのはこれ何かというと、今ここ自分に集中している状態なんですよ。例えば、えー、っと、自分の今している呼吸に注意を向けている状態とかがマインドフルネスとか、森の中に自分の身を置いて歩きながら、 あの、森の匂いだとか、音とか、そういったものを感じている状態がマインドフルネスです。昔とか、えー、昔とか未来とか、えー、自分以外のこととか、別の場所のことを考えていない、今そこ自分、今ここ自分のことしか考えてない状態なので、そういうのはマインドフルネスと。で、えっ、ー、と、マインドフルネスの度合いが高い人っていうのは、実は、あのー、600万700万とか、500万400万だろうが、えー、もっと下がって300万200万だろうが、えー、幸福度が高いと言われています。 なので、そういう意味においてはあの、ブランドとかそういうことではなくて、真の意味での幸福とは何かというので、結局、豊かな暮らしをしていれば、まあ、豊かな暮らしをするためにはお金が必要なんですが、あの心が豊かでさえあればあの、どうにか幸福度は高く保てるよということでございます。なので、えーと、皆さんは何のために、何のためにその大学、そのブランドのある大学を目指していたのかということはいま一度検討しないといけません。 で、それでですね、えっ、ー、と、環境と遺伝、どっちが大事なんだという話もあるんですよ。環境、遺伝、どっちが大事なんやって話もあるんですけれども、え実は、ほぼほぼ遺伝です。えー、年収とか、将来成功する度合いとかね、えっ、ー、と、学力とか IQ とか、ほぼほぼ全部遺伝なんですよ。なんか学力の半分ぐらいは遺伝が占めてるとか、IQ に至っては72%を占めているとか、そういう話もあるので、あの、基本的に遺伝なんですよ。 なので、もう生まれた瞬間に、あなたがどんぐらいの大学に行けて、どんぐらいの大学は行けなくて、で、こういう年収でこんな感じの成功を遂げて、こういう性格になって,ってってことは大体決まってるんですよ。なので、えっ、ー、と、がむしゃらに自分の能力以上のことをやるんじゃなくて、ありのままの自分を受け入れてあげることの方が、多分今に関しては重要だと思うんですよ。うん。いやいや、俺はもっとやれるよっていうのは完璧主義です。完璧主義。 俺はもっともっとやれるっていうのは完璧主義なんですよ。だから、あの、まあ、ちょいちょい来るのが、えっと、7、えっと、900点中700点がボーダーの、えー、大学がありますと。で、俺は400点ですと。えー、挽回できますかっていうふうに言われるんですけども、まあ、できないでしょう。なので、こんぐらいの点数取っちゃった場合は、もうあの、潔く志望校を変えちゃうか、浪人を覚悟で勉強する。どっちかやと思います。っていうのが、えっ、ー、と、僕の伝えたいことですね。 なので、自分の身の丈以上のことをやるっていうのは、それは目標としては重要なんだけれども、今や、そこに、あの、なんだろうな、うん、縛られていても、難しい。幸福度だって、だってさ、受験って幸せになるためのものじゃん。自分が幸せになるために受験頑張ってるんですよ。その受験で不幸せになってたら、マジで本末戦闘なんですよ。なので、あの、受験は幸せにあるもの、幸せのためにあるものなので、受験っていうのはもう、ただの手段なので、 受験、至上主義というか、受験だけが全てだっていう考えから、一旦解き放たれた方がいいと思います。いいですかね。で、えー、っと、その上で、うんと、そうやな、浪人。浪人の是非についてなんですけども、 えと、まず、浪人は、基本的に僕はしない方がいいと思ってます。これは、あの、人によって価値観が違うので、えー、それ、うん、僕の意見が全てだとは言わないんですけれども、まず、えっ、ー、と、部活とかで、全然勉強ができてませんでしたと。もう10月、11月ぐらいまでずっと部活でしたっていう人は、浪人してもね、えー、いいと思います。なんでかっていうと、受験、うんとね、受験勉強できる期間がそもそも短かったので、そこにプラス1年を加えることによって、 結構いい成果が得られたりするんですよ。なので部活が忙しかったので勉強できませんでしたは言い訳になると思います。あとは病気ですね。病気のせいで全然ちょっと勉強できなくてあと1年欲しいですっていうパターンもあり。あとは医学部とか目指してますと。どうしてもお医者さんになりたい。もうどうしてますよほんもうあの医学部以外ありえんと。薬学部とか歯学部とかの妥協も絶対に許されない人。もう絶対医学部行きたいですっていう人は浪人しないといけないと思います。 だからそれが、例えば、東大に行きたい、京大に行きたい、半大に行きたいっていう、そういう大学のブランド自体、やりたいこととかじゃなくて、ブランドにすがってるんだったら、僕はやめた方がいいと思います。っていうのが一応厳しい点ね。で、えっ、ー、と、よりは、どっちかっていうと、あのー、うん、そうだな。じゃ例えばね、えー、さっきの例ですけれども、じゃ700点取りたかったですと。でも本番550点ぐらいでしたと。ってなったら、150点のギャップがあるので、多分逆転が難しいです。 なんですけども、もう普段模もし700点取れてました。普段模もし完全に700点取れてました。でも本番だけ550点でした。全然こういう人ねい、いるんですよ。で、めっちゃ運悪いです。もうこの人めっちゃ運悪いです。もうほんまに運悪いです。なんですけど、もしかしたら本番に弱いっていう可能性もありますよね。なので、えー、っと、こういう方は、一ーまでならいいのかなっていうふうに思うんですけれども、二郎目まで突入すると、太郎の沼が待ってると思います。 本番に弱い人が、もともと700点,取れ,700点取れるんだけれども、えっ、ー、と、なんだろう、その本番になった途端に全然点が取れないっていうのが2年連続で続いたら、もう妥協した方がいいというふうに僕は思うんですね。で、えっ、ー、と、いい方法としては、3年次編入っていうのがあるんですよ。3年次編入、3年次編入っていうのがあって、 ごめんなさい今日滑舌が悪いんですけども、三年次編入ってのがあって、じゃあ、例えば、共通テストを、じゃあ、そうやな、えっと、75%ぐらい目標にしてましたという人が、例えば、今,日今回ね、60%になっちゃいましたと。で、15%ギャップがあります。難しいですと。となったときに、じゃあ、じゃあ、そもそもこの人が、えっと、九州大学の経済経営を受けようとしていたとしますね。 で九州大学経済経営の共通テストボーダー共通テストボーダーっていうのは50%受かるよっていう点数が79%ですこれ調べたんですけれどもでそうするとえー、っと60%で79%の大学に行くっていうのはなかなかむずいんですよってなったらねってなったら60%で行ける大学ね64%なら佐賀大学の青ごさい、えー、経済行けるんですよ 境内の経済行けるんですよ。で、今年はボーダーが下がります。なので、えー、と今パスナビがね、えー、と2021年11月29日、えー、9日、えー、更新なので、えー、11月29日の時点でのボーダーが64%なんですよね。今は2022年1月17日なので、えー、多分59%ぐらいです。あのボーダーが。なので59、59%のボーダーの頃60%ですし、そもそも60%ってうのもミスって60%なんで。 ミスった上で60%なので、本当はまあ65%ぐらい取れる実力があると思うんですよ。なので、一旦佐賀大学行っちゃう。で、佐賀大学でも厳しいから、この場合ね。えっ、ー、と、40%ぐらいは落ちる、落ちるぐらいのレベルな、あのー、レベル感なので。なので、一旦佐賀大学に行っちゃうと。で、その上で3年次編入目指してみると。でね、3年次編入ってね、別に、あのー、1校しか受けられないわけじゃなくて、何遍でも受けられるんですよ。 うん。あの、日程被ってなかったら、いくらでも受けられます。九州大学の経済経営を受けとくんだけれども、経済経営だけだったら怖いから、経済工学も受けておく。で、経済工学だったら、えっと75、75%ぐらい。74%とか75%ぐらいなので、もっと簡単と。で、えっと、で、九州大学だけだったらちょっと怖いんで、っていうんだったら、広島大学を受けておく。熊本大学を受けておく。で、近辺とかあまりこだわりがないんだったら、神戸大学とか名古屋大学も受けておく。 で、その他金を勝ち、の岡山、岡山、金沢辺りも受け取ること。で、いうふうにすると、あの、学歴はものすごく上がります。なので、えっ、ー、と、正直入学、どの大学に入学したかはどうでもいいんですよ。どの大学を卒業したかが大事なので、学歴っていうのはね。なので、3年次編入という制度も使ってみてください。で、そうすれば、あのー、割と、なんだろう1、2年生の段階でも、この人は多分経済、経済学をめちゃくちゃ勉強するわけなので、そしたら、多分、九州大学の、 九州大学に1年生の頃から入ってた人よりも多分頭良くなると思うんですよ。今何分かな ?13 分結構喋っちゃってるね。っていうのがあると思うので、三年次編入という制度もね、使ってみてください。あとは大学院を受ける。という、えー、手もあるので、えー、こちらをちょっと参考にしてみてください。はい。じゃあここからですね、えーと、どんぐらい挽回が効くのかっていうお話をちょっと冷静にしていきたいと思うんですけれども、えー、とどんぐらい挽回が効くかって話ですね。 まず、今年は大体共通テストボーダーがマイナス5%ぐらいです。で、マイナス4%ぐらいです。で、えっ、ー、と、一応、明日ですね、あの、共通テストボーダーについての動画が出るので、そちらはまあ、詳しくは見ていただきたいんですけれども、えっ、ー、と、一応、ちょっと、あの、一応、じゃあ、あのあ、あのケーススタディとして、広島大学の経済学部、なんでも、お前経済好きすぎやろって感じなんですけど、広島大学の経済学部を、えっと、例に出してみたいと思います。広島大学経済学部ですね。で、 広島大学経済学部を前期試験で受けようと思ったら72%必要になります。で、えっ、ー、と、なんですけれども、四パーは4%、5%ぐらい下がってますので、今年ののボーダーちょっと甘く見て67、67%だとしましょう。ボーダー下がってるんで、点数下がったからね。で、じゃあ例えば、うん、そうね、えー、558点でした。今回の共通テスト、558点でした。 で、この558点っていうのは、えっ、ー、と、62%なんですね。62%共通テストの得点率が。だから、結構厳しいんですよ。えっ、ー、と、単純にボーダーまで、ボーダーまであと5%だよね。あと5%だよね。で、冷静に考えれば、去年のボーダーで考えればマイナス10%なので、相当厳しいです。相当厳しいんですが、えっ、ー、と、経済学部ね、えっ、ー、と、今これ共通テストが900点なんですけれども、二次試験が800点なんですよ。 二次試験800点ってなったら、えー、とそして800点のうちの平均点がですね去年の476点なんです去年の平均点が476点ねでじゃあこの476の得点率っていうのが0.595ぐらいなんでまあ大体60%なんですよでそしたらね、えー、と結局これ5%足りてないっつうことは45点足りてないので二次試験で45点挽回しないといけないよね だから、えー、476たす45点を取れば、まあ、なんとかいけるよねっていうのが雰囲気です。で、こう考えたら、ちょっといけそうな感じするじゃないですか。ただ、あのー、これ521点なんですけど、521点にしたボタンに、これ65%なんですよ。得点率が。で、結構厳しいよねってなるんですけれども、例えば、じゃあ、この、えっ、ー、と、共通テストがですね、えー、と一応、経済学部の試験が、えっ、ー、と、英語数学なんですよ。 でね、じゃあこの生徒さんがえっ、ー、とこの生徒さんがえっ、ー、とすみませんねじゃあまあ英語8割,8割数学8割、えー、国語5割理科5割、えー、社会6割みたいな感じだったとしますねなんかおかしい気がしますけれどもでそしたらまあうんとすると英語数学できるじゃないですかこの人って。 だから、二次試験の英語で挽回できる可能性全然あるんですよ。だから、能力値がデコボコの人ほどうまくいく可能性が高い。だから、結局、えっと、二次試験で挽回できる人っていうのは、オールラウンダーではなくて、理系文系がしっかりしてる人。理系文系がきっぱり分かれてる人。もう、土文系かド理系だったら、えっと、挽回しやすいです。で、経済学部の場合だったら、英語と数学が飛び抜けてできていて、国語理科社会は雑魚みたいな状態だったら、 割と挽回できる。というのが、えー、結論です。で、そういうのをどうやって判断すればいいかっていうと、まあ、大体だから二次試験が A 判定ないし、A よりの B 判定二次試験の、まあ、記述模試ですね。記述模試が A から A よりの B ぐらいだったら、まあ行っちゃってもいいのかなと。どうしてもその大学にこだわりがあるよね。僕だったら疲労代は怖いんで、岡大とか金沢大学ぐらいで行くかなと思います。 という、まあ、大体の、あれですね。なんで、えっと、ちょっとボーダー乗ってなくても、二次試験で挽回は効くんで、ただ、それは二次試験の比率が高いことが前提です。なので、二次試験が全然ない場合、で、もう結構僕が直感で思うのは、共通テストボーダーが60から70ぐらいの大学って、えっと、共通テストの割合が大きいんですよ。あ,あ、もうちょいなんかあれでいくと、ボーダーが、じゃあ68まで。 えっと、ボーダーが68までの場合は、共通テストの割合が大きいので、これは2次での挽回がしにくいということになりますね。言ってることは分かりますね。はい。ということになります。んで、えっ、ー、と、じゃあもうちょっとね、お話を進めていきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、国公率でいきたいという人が結構多いと思うんですよ。じゃあ、そういった人向けのお話をしていきましょう。 公立から私立にしなきゃっていうことで悩んでる方いると思うんですけれどもまあ、えー、と実は公立ですね、えー、一律一律っていうのはこれですとか県立大学であれば、えー、行ける大学も全然ありますで、えー、と大体だから、えー、と共通テスト5割取れていればまあ最低じゃあ、まあ、47% 8割取れてい,れあごい47、8割は400%ぐらいになってまらうのでちょっとおかしいんですけれども、47%パーから48%パーぐらい取れていれば、効率が効率はいけるかなというふうに思います。あとは、えっ、ー、と、スターズっていう大学群がありまして、えー、こちらが普段だったら、うんと最低ね、最低57から58%パーぐらいでいけるんですよ、共通テストがね。で、なので、えー、そういう意味で言うと、スターズ のスターズって何かっていうと、佐賀、えー、栃木じゃなくて <laughs> と、鳥取、えー、秋田、えー、と琉球、えーと、島根ですね。は、えーとまあ、割りかし入りやすい国立です。なので、えー、とこういう大学で、まあ、絞りかけてみるのもあり。だし、今回ボーダーが下がってるので、 簡単なところだったら、53%パーぐらいでいけちゃうと思うんですよ。ただね、あの、ボーダーを割ると、この子たちは、スターズたちは、あの、二次試験の割合が少ないので、挽回しにくいです。なので、あくまでも二次試験で挽回しにくいので、えっ、ー、とー、共通、うん、そうだね。だから、挽回はできないんですけれども、まあ、53%パーぐらいでも、ま、いけんことはないのかなというイメージですね。53%パーぐらいでもいけんイメージはない。いけ、いけんことはないイメージです。で、まあ、それを割る人は、効率の方がいいと思います。いいですかね。 で、えー、と今の話は、えー、学部にこだわりがない場合ですね、学部にこだわりがない場合は53%ぐらいでいけますよって話をしたんですあ。詳しくはパスナビっていうサイトがあるんで、パスナビを見てほしいんですけれども、えー、と53%でいけないよっていう、あ、ごめ、えー、んなさい、学部にこだわりがある場合ですね。で学部にこだわりがある場合って、まあ、この2つかなと思うんですけど、医学系か教育学部系だと思います。 で、医学部の場合、これちょっとまた後で説明したいんですけれども、やっぱり、えっ、ー、と、現役で、現役で、73、4%は取れておかないと、いくら浪人してもきついと思います。そもそもの、えっ、ー、と、地頭みたいな問題も絶対あるんですよ。だって、小中で9年間勉強して、高校1年、2年で勉強してるから、11年間のブランクを、ブランクって,って単純計算で,でも12浪しないとこれこのこの、この計算おかしいな。 めちゃくちゃブランクがあるとしたら12楼しないといけないわけじゃん12ーってやばいですよなのでえっ、ー、と小中高1高2のブランクがあるって考えたら結局この高校3年生現役で734%は取れておかないときついと思いますいくら浪にしてもね2浪しても3浪してもきついと思いますなのでえっ、ー、とまあこれ割っている人えっ、ー、とうーんとね共通テストが結構フルで頑張れて ミスってなくて、まあまあ、まあ、それなりにね、それなりに自分の、えっ、ー、と、実力が出せて 73,、73、4%です。で、えっ、ー、と、そんなに、まあ、う十三73 4、4%で、じ、自分、えっ、ー、と、ちょっとっ、何言ってるかわからなくなった。えっ、ー、と、73 4、4%で、今、現役ですと。だって、それ割ってます。あーっと、まとめますね、ごめんなさい。73 4、4%割ってるんだったらやめた方がいいです。それが結論。で、えっ、ー、と、ただ、医学部だったらそうなんですけれども、 保険学科とか看護やったらいけるとこも結構多いんですよ。公立とかにするとね。あと、ま、別に国立でもいけますけれども。なので、えっ、ー、と、医学系で、あの、どうしてもちょっと足りないよっていう人は、薬学部、うーんと、私学部、看護、保険とかって、ちょっと妥協案っていうのも考えておく必要があるのかなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、それでも諦めきれん人は、 なんでお医者さんになりたいのか、ちょっと一点書き出してみてください。それがなんで看護じゃいけないのか、保険じゃいけないのかっていうところまでね、深掘りしていただいて、それでも医学部行きたい、医学部医学科に行きたいんやって言うのやったらもうそれは止めませんので、一度ちょっと自分に紙,で書き紙に書き出してみてですね、なんか恋人に振られた時みたいな感じで、どうしようもないからこそ恋人の悪口を書くみたいなのもあるじゃないですか。だから医学部の、医学部、学科のデメリットとかも書いてみてもいいですし、 自分の認知をそもそも変えてしまうっていう、そっちの方向で見てしまってもいいかもしれないです。はい。で、教育学部系は、よく来る質問は、教育学部系、えっ、ー、と、50%ぐらいでいきますかっていう質問が来るんですけれども、えっ、ー、と、教育学部系はやっぱり60%は欲しい。えっ、ー、と、教育学部系で国公立となれば、えっ、ー、と60、60%は欲しいです。えっ、ー、と、今年であるね。 今年だ、今年の共通テストだったとしても、やっぱ60%ぐらいは欲しいのかなというイメージです。58%、59%ぐらいは欲しいんじゃないかなというふうに思います。なので、えっ、ー、と、50%の人は、で、しかもこういう人って、あの、なんかね、数学の先生になりたいとか多いんですよ。数学の先生になりたいんですけど、とかめっちゃ多くて、理科の先生になりたいんですけど、あんま聞かんな。数学、国語、英語。まあ、数学、国語ぐらいかな。 の先生になりたいですっていう人が多いんですけど、結構まあ裏技的なことで言うと、うんとまあ50パーね。正直きついんで、挽回して挽回するならくらいの話なんですけど、だいまあ53パーとか55パーとかで、ええー、と、効率ね。国立はき厳しいかもしれないです。 国立は厳しいかもしれないし、あ、えっ、ー、とね、琉球大学は割と、琉球大学は割とね、あの場です。琉球大学はあの場なんですけれども、えっ、ー、と、公立の方がまあ、なんだろう、立地的にいいんじゃないかなっていうので、一応公立をしてるんですけど、公立もしくは琉球ぐらいで、53から55%ぐらいやったら、えっ、ー、と、特別支援教育。とか、えっ、ー、と、小学校の先生になるコース。先生になるコースとか、えっ、ー、と、技術。家庭科。 音楽、美術あたりは、えー、とボーダーが低めなんですよ。で、音楽、美術はちょっともう技術がないと難しいので、これはまあ一旦いいとして、えー、技術、家庭科あたりで一旦選んでおいて、で、副免許っていう制度が確かあるんですよ。副免許。えっ、ー、と、技術の先生にもなるんだけれども、数学の免許も取れますよとか、家庭科の先生になるんだけれども、あのー、国語の免許も取れますよとか、そういう。 別の免許も取る制度があると思うんですね。で、そうなってくると別に教育学部だけじゃなくて、文学部とかで、えっ、ー、と、教員免許が取れるケースもありますし、経済学部で免許が取れるケースもあるし、そういうなんか他の学部で免許が取れるケースもあるんですよ。なので、行ける大学を一つ焦点絞って、その大学で取れる教員免許って何なんだろうってホームページ飛んで調べてみるとかすると、割と、えっ、ー、と、ああ、教員になるのも不可能じゃないんだなって思えると思います。 なので、例えば、だからそのね、教育学部の数学科に行きたいですっていうのは難しいかもしれないけれども、数学の教員免許を取るっていうことだけを目標にするのであれば、えっ、ー、と、特別支援とか技術とかのに、一旦在籍はしておいて、で、あの、数学の先生に、を強く目指しちゃうというのもありだと思います。もしくは、えっ、ー、と、あれですね、2年生ぐらいで、天学部っていう制度がある、大学があるんですよ。えっ、ー、と、天学部。 これ何かっていうと、例えば、えっ、ー、と、技術から数学に移るみたいな感じですね。なので、大学1年生でめちゃくちゃ頑張って勉強すれば、転学部っていうので、あと面接でめちゃくちゃパッションを伝えれば、えっ、ー、と、転学部っていうので数学に移れたりします。で、これさっきの、あのー、3年次編入とか、大学院でロンダリングするっていうのと、あの、似た考えなんですけれども、あのー、そういうのもあるので、ちょっと検討してみると思います。まあ、でも、転学部しないにせよ、副免許っていう制度はあるので、えー、実際ちょっとこれ扱ってみるといいと思います。 で、一番最後にですね、えっ、ー、と、やっぱここまで来ると、えっ、ー、と、もう残された道は三つで、えっ、ー、と、頑張って逆転。で、これはもう不可能な場合が多いです。 あのー、現実的なことを言うと、不可能な場合が多い。だってもう、E 判定っていうの、例えば、だから、ロッキングで E 判定出てるっていうことは、E 判定っていうのは、あの、合格率が20%未満ってことなんで、20%未満なんて果てしないから、もう10%じゃん。10回やって、ん、1回受かるか受からんかぐらいだと思うんですよ。でなったら、不可能な場合が多いです。めっちゃ頑張ってもね。いや、もちろん、それでも俺は頑張るんだっていう強い意志があればいけます。ただ、基本的にそんなものはないと思ってください。 もう、俺だけはっていうやつがいれば、すらいけると思いますけれども、僕なら無理です。で、2番は、浪人覚悟。っていうパターンですね。で、浪人覚悟なんですけれども、あのー、なんか、うーん、まあ、浪人は、ま、俊介君、あの、国民大チャンネルの俊介君とも喋ったことあるんですけれども、浪人はもうやめた方がいい。っていうのを言ってた、彼はね。まあ、人それぞれの価値観があるんで押し付けませんけれども、あのー、浪人はきついです。 で3番。認識の変容ですね。もうここやと思うんですよで。これどういうことかというと、恋人に、恋人に振られたとき、どうしますかこれ納得させるしかないんですよ。これストレスですね。えー、ストレスに対する対処法は、もう一つ、二つしかなくて、一つは問題焦点型、えー、焦点型対処、交渉対処っていうのがあって、 えとこれ何かというと,、えー、と恋人に振られたんでもう一回作戦練って男磨いて、まあ、女磨いて、えー、と振り向かせてやるっていうで実際にもう一回恋人と寄り戻しましたってなったらそれは問題焦点型対象です、えー、もしくは受験の話で言うと頑張って逆転したり浪人覚悟で逆転するっていうのは合格すればそれは問題がそもそもあのなくなっ、あのー、消え失せている問題が消滅しているので問題焦点型対象です なんですが、もう一個あって、浄土焦点型対処、出るかなあった。えっ、ー、と、これ感情にフォーカスした対処法です。例えば、身内の人間が亡くなりましたとなった時に、身内の人間をザオリックで生き返らせるみたいなのができれば問題焦点型対処なんですけれども、基本そんなことはまあできないので、あのー、なんだろう、例えば、宗教にすがってみるだとか、えっ、ー、とー、まあ、 なんか、なんやろな、楽な死に方ができて幸せだったな、みたいな感じで、納得させる方向に持っていく。っていうのが、情動焦点型対象じゃないですか。で、恋人に振られた時で、例えるならば、えっと、嫌いなところを10個書く。恋人に振られた時に、その恋人の嫌いなところを10個書いたり、えっと、他の,他の異性の人、まあ、どうせでもいいんですけれども、他の恋人を探すとか、そういうのを情動焦点型対象なんですよね、結局。 で、どう、どっちがいいかっていうと問題焦点型対象なんですよ。どっちがいいかっていうと問題焦点型対象がいいんですけれども、どうしてももう覆らないものってのは世の中にあるんですよ。で、そういう場合上等焦点型対象でもいいよ、なんですね。だから、あのー、その大学の悪いところ10個ぐらい書いてごらん。あのー、で、志望校を下げるっていうのでも、僕は全然いいと思います。で、あのー、じゃあ、 新たに、えっ、ー、と、もともと A 大学を目指してたけれども、じゃあもう A 大学の悪いところ、10個書けました。ってなったら次、えっ、ー、と、いけそうな大学調べてください。いけそうな大学、B 大学。で、この B 大学のいいところを、あの、探してみてください。で、書けなくていいです。なんか雰囲気でいいです。なんかホームページ見て、あ、キラキラしてんな、ぐらいいいんですよ。で、あとはおすすめなのは Google マップで、あの、航空写真にして、 ここに何があるんだろうとか、ここに、なんか、友達とここ遊びに行ったら面白そうだなとか、ここドライブしたら面白そうだなとか、あ、こういう旅行計画プラン立ててみようとか、えっと、別に何でもいいです。なんか、韓国行きたいなとか、グアム行きたいなとか、もう大学入ってからの、なんかもう空想をめちゃくちゃ描いてください。で、えっと、なんだろう。例えば、あの、自動車学校を変えるんですよ。 じゃ、自動車学校って、基本的には田舎の大学に通ってる方が、田舎の道の方が簡単なんで、田舎の大学、あの、田舎の、田舎の自動車学校の方が、自動車学校を卒業しやすいんですよ。で、都会は卒業しにくいんですよ。知らんけどな。だから、じゃあそんなのも考えながら、そんなの考えながら、Google マップ見よったら、なんか、いずの何か自分がその B 大学の大学生みたいな気持ちになってきて、そのうち自分の心に納得感を持てますから、だからそういう方向で、ちょっと認識の変容をしてみるっていうのも一つあってだと思います。 なので、えっ、ー、と、いろいろあると思います。で、認識の変容した上で、B 大学行って、それでもなんか、納得いかんのやったら、仮面浪人するとか、えっ、ー、と、仮面浪人、ちょっと僕は悪手だと思いますけれども、ちょっとね、仮面浪人するとか、えっ、ー、と、2年次二年次で、えー、天学部するとか、3年次編入やるとか、えっ、ー、と、大学院に進むとか、そういう方向でやっていけばいいと思います。で、3年次編入する人。3年次編入の懸念点としては、 1,2年で作った友達と別れ、離れ離れになっちゃうじゃんっていう人もいると思うんですけど、って思ってる時点で、その大学に満足してるんですよ。1,2年生の時に作った友達と離れ離れになっちゃうなとか思ってる時点で1、1,2年の時に作った、その、えっと、B 大学妥協して入ったかもしれないですけど、の友達と仲良くやってる時点でもう幸せに暮らしてるんですよ。なので、それはそれでいいんです。で、それで B 大学のやつだと馬が合わないんだったら3年次編入で別な大学行けばいいんだから。で、 えっと、大学院とかに進むときに別なルートでやればいいし。で、学歴が足りないんだったら、早め早めに就職活動をやっていけばいいんですよ。僕は就職活動をペーペーにやってたからもうぐちゃぐちゃだったけど、吹きの動はめっちゃ早めにあのやってたんで、もう割と割とというか、すごくいい企業に入ってるわけなんですよ。なので、あのー、だから、そういう方向があるので、ちょっと今日ね、お話しした内容、あのー、全部この内容は このワードファイルというか、この文章ごと、あの、概要欄に貼っ付けておきますから、よければ、あの、見返していただければいいかなというふうに思います。という感じで、今何分だ ?33 分。めっちゃ長いですけれども、ちょっとほんまにすみません <laughs>。もうなんか、まとめられませんでした。ということでね、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。